太陽光景が15度の時で4月5日頃。暦では、それが起こる日だが、天文学では、その瞬間とする。久しき法では、当時から7、24年後で4月7日頃。期間としての意味もあり、この日から、次の石器の刻う前日までである。万物がすがすがしく明るく美しい頃。暦便乱には3月節に、万物発して正常、成城。 明気よしなれば、この芽は、何の草と知れるなりと記されている。様々な花が咲き乱れ、お花見シーズンになる。生命を花言葉にする花は、金宝外科デルフィニウム属の非演草である。定期法による生命の瞬間と、日本、中国での清安やすの日付は、表の通り。日本における時刻はこの表の9時間後となる。 グレゴリオ歴による17世紀から24世紀までの日本の生命は表の通り。2021年の生命は4月4日。365日からの超過分が毎年蓄積し、4年に一度順年でリセットされる様子がわかる。1948年から2202年までは4月4日、4月5日のいずれか。 1947年までは4月6日の時もあった。中国における生命節は祖先の墓に参り草むしりをして墓を掃除する日であり、相母節とも呼ばれた。また、春を迎えて郊外を散策する日であり、陶生節とも呼ばれた。白蛇伝で巨仙と白城,城市が出会ったのも生命節で賑わう甲州の郊外であった。 また生命節前に摘んだ茶葉を、アキラゼン茶、生命から国空までの茶葉を、アメゼン茶、国空以後の茶葉を、ウゴ茶という。中国で、緑茶は、生命節に近い時期に摘むほど、香りと甘みがあり、高級とされている。沖縄本島中南部、伊是名島、伊平屋島、ケラマ諸島等では、生命祭として取り行われる。沖縄方言で、シーミーと呼ぶ。 これらの地域では、中国の風習と同様にお墓の掃除をするとともに、母参を行い、まるでピクニックのような雰囲気で親類が揃って、母前で祖先とともに食事を楽しむ風習が見られる。生命祭は、沖縄県外でのお盆として紹介されることもあり、民族、宗教的意義は異なるにしても似た風習である。生命祭が行われない地域、久米島。 先島諸島では、16日祭、または、旧暦の七夕が代わりに行われる。生命上化と生命への期間の七十二項は、以下の通り。春分生命国、大野玄祭。暦敏乱。国会図書館デジタルコレクション。国立国会図書館。2016年3月21日閲覧。二十四節気とは、生活気象情報。 株式会社テレビ金沢2016年3月21日閲覧二十四節気生命花言葉になっている花は日本気象協会2016年3月21日閲覧国立天文台歴用工学年版より世界時間算2009年版より理論が更新されているが分の精度でほとんど違いはない現代の天体力学による 一水産のため、過去の暦の記述とは、必ずしも一致しない。将来の見積もりについては、日付が前後する恐れがある。JPL h o r i z o n ェーブインターフェース取得後、TTUT 変換 NASA によるデルタ T の解説と、計算式 AB にし、閣位消去、エ i 年中行事時点。東京道出版。P421 初版は、 昭和33年5月23日発行。沖縄コンパクト辞典 ABC 藤沢森彦。年中行事編。7、赤根処房。P103ABC 近藤貧江戸、新化3六類。19、東京、近藤活版書。P110。ありがとうございます。